こんにちは、大藤文です。アルバム雫が10月11日に発売となりました。サウンドプロデューサーの松浦明紗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、はい、アルバムの話すんだよね。アルバムの話をお願いします。松浦さん講座全部、全部だ、なんだっけ、8曲です。これね、タイトルがちゃんと正確に覚えられてないのよ。雫、いやアルバムのタイトル分かってるけど、曲のタイトルがね、全部をちゃんと覚えられない。覚えられないですか？覚えて、いや、あのほら、よくあるんですけど、このアルバムに限らず、こう、制作が始まってからね、あのタイトルが変わったり、まだ歌詞ができてなかったり、いろいろあるじゃない、はい。で、こう出来上がった時の最終タイトルを覚えられないまま、仮タイトルのが頭に残るっていうことが多くて、よくあの自分がやったもののタイトルが言えないということになるんです。今回もそういう、はい、タイトルは自分で言う。もう自分で言う、はい、タイトルは自分で言う。そうですね、はい、はい、で、どれ聞いてみる。まずは1曲目。1曲目ね、夢の雫を、はい、雫っていうアルバムのタイトルになった曲ですね。そうです、アルバムの制作が決まってから書きました。なるほど、はい、どんなんだろう、聞いてますかね。お願いします。なんかあれだね、最初これを1曲目にしようって別にこう最初から決めてたわけじゃないけど、結果的にこれが1曲目になって、まあなんか良かったね。良かった、ふみちゃんらしくて。あのほらアルバムの1曲目だから、ほらなんかちょっと割とこう元気のいい曲とかなんとかって思いがちだけど、こうこの曲は あんまりこうリズムがちゃんと入ってるわけじゃなくて、こういうふわっとした感じで、かえって良かった。良かった、ね、うん。春っぽくて。春っぽくて。アルバムでの秋だけど。秋だけど。うん。いいですね。いいですね。割とこうなんかこうピアノと、いろんな弦楽器が、弦楽器ってこうなんかね。パーカッションも優しいですね。そうだね。ね、優子さん。優子さん。それもうちでやっちゃったのね。そういっぱい持ってしまって、ね、いっぱい持ってきてくれて、初めて見ました、パーカッション。え、そうなの、近くで。そう、あ、いろんなこう、いろんな楽器があるの、なんかおもちゃ屋さんみたいな感じになる。そう、初めて見た。え、今までってさ、レコーディングの時はパーカッションの人は来たことなかった？なかったと思います。あ、何歳で、アルバムが、すごい、あの、えっと、みたいです。一周回っちゃったんだけど、12年前はどうなの。あの松浦さんが何曲かで、あ、はい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 、あれか、あれ以来、あれか、それ今初めて聞いた。あれ、そうそうだったんだ、あれ以来なんだ。あ、なるほど。え、シングルとかみたいなのは出てたの。あとはあの弾き語りの CD がここ最近ちょっと回ってやってたぐらいです。ちゃんとした CD は、いいじゃないですか、はい、お時間、あれだからもう一曲ぐらいお願いします。もう一曲何がいいかな。もう一曲は、もう一曲何がいいかな、あれ言っちゃう、なんだろう、秋の迷路、あれ、合ってる。これはね、私をずっと聞いてくれてる人はびっくりすると思う。これ何のために書いてる、大好き、これん、これ何の曲なんだっけ。何の曲でもない。あ、そうか、あ、え、というわけではない、これも今回書いた、もともと弾き語りの、あー、そうか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 、曲で作ってたから、すごいゆるい
遅く、どれも一緒ですけど。なるほど、なるほど。遅く感じで。割と、これは割と逆にリズム入れたりしたからね。そう。あれですよ。なんだろう。なんだろう。僕は70年代の後半とか、うん、80年代前半ぐらいなのかな、うん、ほら某音楽コンテストとかが某音楽コンテスト世界大会みたいなのがあってなんか紹介してっていう時代があって、はいはい、で、なんだろう歌謡曲なのか、うん、でも書いてる歌ってる人は、うん、ちゃんと自分で曲を書いてるのであこれシンガーソングライターってことなのか、うんシンガーソングライターにしては、うん、アレンジが割とあれなんだろう歌謡曲っぽいっていうのかな、うん、しっかりしてるっぽいみたいなそういうなんか時代があって、うん、だからねそれっぽいことできないかなと思ったんだよね、うん、なんかちょっと懐かしいね、うんうんうん、懐かしい、うん、この頃はだからシンセサイザーはほらなんていうの、うん、まだ今みたいにこうコンピューターの方が全部入ってるみたいじゃないので、うんいわゆるシーケンス打ち込みもね、うん、そんなに普通にあるわけではないので、うん、こうまだ楽器の一個として、うん、ピアノプレイヤーが手引きしてた時代なんですよ、うん、だからなんかほらダビングでキーボードダビングですっていうとエレピがあったり、うん、なんかハープシコードのダビングがあったりそれと一緒にシンセもあるみたいなだそういった時代のなんか感じが出ないかなと思ってやってみたんですよ。はい、ちょっと聞いてみる。ぜひ。聞いてみるか。出るか。出るかな。これ。歌い方できるこれだけ褒められたあ、そうさっきとは違ってこんなことあるなんかちょっとこうちゃんと歌えちゃうみたいな感じこうちょっとこう遠くをこう見せる感じがねあの素敵な歌ですこれだけ褒められたなんかマイナーなのに明るいみたいなあそういう時代なんだよねそうそうサウンドはなんか明るくなのにここは切ないの、ね、暗いあのマイナーだみたいな。なんかそういう。これがドラムが、うん、こういう音楽だから。生じゃなきゃまずいんだけど、の方がいいんだけど、うん、打ち込みなんですよ、うん、で、うん、打ち込みなのに、どんだけ生みたいにできるか言わなきゃわからないところだと思うんですけどね、うん、いい感じ、いい感じもう2番を出ちゃったからね、まあ、ぜひ、はい、聞いてもらいたいですね聞いてもらいたいです、はいどうなの？え、まだ行くの？あ、いや、もったいないね、うん、後半に続く？そうしましょうか、はい、いいんじゃないの？はい、はいね、ということで、はい、2曲聴いていただきましたはい、はい、ぜひぜひ後半もあるかもしれないですね後半、うん後半回ったらいいね出てくださいあ、そうですか、はい、お願いします、はいはい、でははい、では続く